無事に抜けるのがまた大変なのでは。あ、死んだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、ここのね、何やった迷宮の地下がね解放されたけん、ちょっとそこに行ってみようかなと。地下2階ってことか。こっちはまだ行けんのよね。あ、どこまで増えていくんやろうね。ここもなんかまだ掘っていきうる感じっぽいけど、とりあえずこの地下2階やっていこうか。ちなみに前回次のメインクエでダッシュするキャラクター、まあ、モンスターがおったらいいみたいなん言いよったけんさ、あれなんよ。ほら、シモーヌ。シモーヌがね、なんかこれ、ダッシュできるっぽいけん、こいつをね、仲間に入れてきたんやけど、え、なにこれ開けれるん？え、こんなところも開けれるんや。やった。あ、ブラドコーツ。え、助かる。助かる。絶対こういう感じで置いとるやつ使えんやん。使えんっていうか、開けれんやんね。万能薬弾のレシピ。弾丸屋で万能薬弾が作れるようになる中級のレシピ。イエーイ。他は他はないんか。じゃあ行きます。竜玉の迷宮、地下2階の食べ物扉に入りますか。適正レベル20。若干高い気がするけど行こう。まあダメやったらダメやったってことで。まあ大体行けるやろ多分。だってレベル20ぐらいの、お、何メタルハンドって、かっこいいね。レベル20ぐらいやったら戦いよるもんね、外でも。やめてよ。うわ、めちゃくちゃパンチ入れられるんやけど。え、シモーヌ死にかけてる。イエーイ。え、こいつらあれよね、絶対経験値高いやつとかやね、知らんけど。なんかメタルライダーとかさ、お、メタルハンドスカウトに成功したよ。メタルライダーとかあんまり経験値高くないやんか。あれも最初絶対高いはずと思って倒しよったのに。あ、普通のドラクエの話なんやけど。アルケミストン。あ、やめて。これって一回一回体力回復しよるってこと？なんか全開になったよね、体力。え、なに？なんか食べ物と、いい、寝かさないで。なんか食べ物飛ばしてきたよね、今。どういう攻撃ですか？えい。何が？あ、ロマン技？ロマン技ゲージが溜まったって。とりあえず一番奥まで行って、帰るときにはまたあれやね。加入希望者ミントいかんね。シャドランかわいい。あ、シャドランスカウト成功したやん。やった。この辺でさ、なんかいっぱいスカウト成功するの嬉しいよね。まあでもスカウトしただけじゃ仲間になってないっていうのがちょっとあれない。コインか。いた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 。やめて。これコインじゃないんかな。シャドランコイン。え、何？仲間増えた。やめてよ。やめてよ。ロマン技。いけいけ。シューティングスター。待ってね、復活させよ。じゃあオイリーハンドやっつけてくる。でけい。あ、ロマンゲージまたたまった。やったね。シャドランコインもゲットしたよ。これでシャドラン仲間にできたら。あ、でもこれあれだよね、ロマン技でなったこの状態は解除されんのや。え、ちょっと寝てる寝てる寝てる。助けてー。ヒー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 。怖いよー。もしかしてあれか、今いるこの仲間の中でホイミとか使える子がいないのか。そういうことか。これ自分の回復ってどうやってやったらいいんだ。
今更ながら自分の回復が違う違うわからないんだが、あ、この辺食べたら大丈夫ってことかな。え、全然違うね。全然違うね。素材、弾自分に向かってできんもんな。コイン、自分もコイン装備できるんか。コインをつけて強くなろう。コインを装備して神やマヤ仲間モンスターを強くしよう。コインごとについている効果が違うので弱点をカバーしたり強みを伸ばしたりできるぞ。またコイン装備のメニューで Y ボタンを押すとお任せでまとめてコインを装備できるぞ。どのコインを装備するか迷ったら使ってみよう。ふんふんふん。え？ Y ボタンやんね。え、違うな。あ、ここで？ここでか。バランス決定。キラーン。で、まだあるコイン。これで終わりってことかな。ふぅ。いきますか。旦那が押して回復だブー。ボタン長押しで回復？何のボタン長押し？怖いよー。何今の？集まらなくていい。ごめんよ。全然集まらなくていいよ。うん、行けの方だね。とりあえずあれか、ドマン技使っとこ。ちょ、敵いっぱいおるし。ねえ、何いっぱい集まってきた。かわいい怒涛の多く。え、めっちゃかわいいんですけど。ねえ、いろんな多くが。後で仲間にするブー。はーい。え、で回復もできるんよね。あ、なるほど。これで玉の守り、玉じゃなかった、王やった。王の守りサラダ。え、やっぱりこれなんか回復。なるほどね。ちょっと待って、弾で回復しようや。味方は弾でさ、回復できるやろ。どれやっけ、ホイミダンか。はい。はい、回復回復。ね、自分はどうやって回復するんだい。あ、ちゃんとあれなんや。追ってくれるね。よし、オッケーオッケー。でさ、自分回復したいんだけど。ね、自分の回復ってどうやったらいいの。自分自分。何で見たらいいんかな。いや、違うな。旅の記録？旅の心得。バトル。あ、これか。竜の探検で回復するには。X 長押し。ほう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 。X 長押しで回復。オッケーオッケー。じゃあ次んとこ移る前に。オッケーオッケー。行こう。何？急になんかスライムとかになったんだけど。どうしたの？レベルも18になった。痛いな。そりゃちょっとバカにしたけども。えけい、イエーイ。何も落ちてない。行くぜ。あ、またこれあれじゃない、高いんじゃない。ちょっと待ってね、間違えた。あ、ロマンス溜まってなかった。止まってないんか。さあ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 、やっつけてしまおう。お、ロマンゲージ溜まったよ。おお、レベル21やって、やった。あ、もう全員レベル20超えとる。え、いつの間に。今のでってこと。今ので一気に経験値ゲットしたってことかな。イエーイ。あ、そっか。こう切り替わって、部屋が切り替わったけん回復したわけじゃなくて、レベルが上がったけん回復したんか。そういうことやね、きっと。あ、
何、買い物まであるの？え、何君かわいい。よう、俺は旅の商人さ。こんなとこで会うとは奇遇だな。こうして会ったのも何かの縁だ。何か買っていかないか？強力な玉があるぜ。見ていきな。なんだ超剣弾って。敵単体に残属性の大ダメージ。玉のくせにそんな剣のような攻撃ができるん。すげえな。どういう原理なんやろ。待って、回復しよう。回復ってことは次がボスか。よーし。でもここでだいぶレベルも上がったし、いい感じやね。行こう行こう。強敵の気配がする。旅の扉に入りますか。でもまあ推奨レベルが20やったけん、まあボスもそんなもんってことやろきっと。ひぃ、びっくりした。仲間やった。ナイトファイラス、いけい。どんな攻撃？ギガブレイク、強そう。これってどんな距離からでも当たるんかな。そんなことはないんかな。いまいちわかんないんですけど。うえい、みんなちょっとやべえじゃねえか。え、おい待てよ待てよ、君ら待てよ。待って、回復させるから。復活復活。おい、危ねえよ。よしよし、ここからだ。じゃあみんな頑張って復活して。危ないって。危ないって。ああ、くっそやられた。くっそやられた。でもあれか、え、半分ぐらいは減らせた。強えな。え、相手何レベルぐらいあったんだ。全然把握できてないや。ふぅ、リトライする。え、無理だ。無理だよ。くそ、無理だよ。なんてこったい。あれだな、うん、メイン進めていこう。よし、ってことで、風切りの草原で爪の流石を探す。行きますか。スバイザ草原島に。あれは、派遣とかはどうなった？もう帰ってきたかな？もし帰ってきとったらね、回収しとこう。何にも帰ってきてないんですけど。派遣。派遣だな。任務中である。第二派遣隊。誰を送るのだ。別に誰でもいいんやけど。全然誰でもいいんやけど、適当に上から。オッケー。で、派遣先を、あ、これはもうあれなんやね。人間とかは別にって感じで、モンスターだけ派遣できるんや。はい、出発させます。出発だ。じゃあ全然向かわせるわ。はい、続けて他の隊も。一応行ってみるか。よし。どんな用だ。大丈夫です。んで、あ、なんかあるな。弾丸や。あ、そっか、レシピゲットしたっけ、そういえば。新しいのあるぜ。いや、別にいいよ。また来いよ。さて、加入希望者とかは別に。ここはもうあれよね、普通になくなったんよね。つらー。うん、ないな。他に何か利用されますか。で、そうよ、この新しい施設のやつさ、ビッグハートじゃなかったんやっけ。スバイダ草原島でスラペコを探して連れてくる。ああ、違う違う、そういうことじゃない。スラペコは分かったんやけど、そのスラペコのね、条件ですよ。クエスト。あれはどれだ？これか。ダンホンブクエストか。スラペコからの頼み。マジカルハットか。ビッグハットじゃなかったわ。なるほど、なるほど。早くね、スラペコをちょっと、連れてきたいんですよ、私。
あ、外さない。よし、ツバイド草原島に行こう。あそこ2箇所なんかあるっぽいね。どこだ？まだね、君はね、あの料理持ってこれんけんさ、あれか。348。間違えた。違うんすよ、はい。ロマン技じゃない、こっちか。よろしくな。あ、すごい！見て見て見て、これ。あ、そんなところに捕まっとんや。これ走れてる？これ走れてます？そんなに速く感じんのやけど、やっぱあれなんかな、ちっちゃくて素早く動きよる感じのね、今までの方が速くは感じたな。ここに、ちょい、下ろして下ろして。なんかあそこでも掘りよる。上でオークイーンが、イエーイ、銀の宝箱。値打ち物だな。これは像か、何かしらの像っぽいの。あー、普通に人で行くよりかはやっぱ早いんか。遠くね、あれどうやって行くんだ。あとやっぱあれやな、ジャンプ力は豚に比べてあるような気がしなくもない。ちょっと宝箱のすぐ上にいるのやめてもらっていいですかね。誰も私に気づかないで。誰も私に気づかない。この辺が目的地だブー。あ、気づかないでください。大丈夫じゃないよ、確実に大丈夫じゃない。どこ、え、待って、どこ、何、え、なんかマークなくなったんですけど。え、どこよ、なんかこれ遺跡みたいなのあるけど、ここ、あ、なんか、いや、今のが素材方だな。でもこういうところになんかない、悟り草。え、なんなの、どこなの、ねえ、どこだよ、どこなんだよ。宝箱、ジャンクか。ストームフォース弾のレシピ、何それ、かっちょいい。弾丸屋でストームフォース弾が作れるようになる中級のレシピ。めっちゃなんか中二病みたいな感じの名前だけど。え、マジでどこなん、え、ないんやけど、なんも。これか、はい。ね、怪しい感じのこの建物はあるんやけど、あ、え、なんかある、でっかい黒い宝箱がある。あれかね、これジャンクじゃないもんね、これ。爪の隆石を手に入れた。え、そんなあっさり手に入れていいん。ボスみたいなおらんかったね。まあ周りの敵はめちゃくちゃ強そうやったけど、かいくぐってきたよ、それでいいの。爪の隆石、爪の形をして不思議な石、敵を引き裂かんとする強い意志を感じる。ほう、ゲットしちったわ。で、この近くとかに別に何もなさげか。え、てかあれだな、ここを無事に抜けるのがまた大変なのでは。あー、死んだ。うう、無事なのか。今のは無事なのか。ちゃんとゲットしとんよね、持ち物、大事なもの。あ、あるね、あるね、あるね。あ、よかった、終わったかと思った。この向こう側はダメなんすね。この近くにマークがあるやつは何かな、あの50ぐらいのやつ。あの中になんかあるっぽい。マジカルハットおるやん。じゃ、マジカルハットを仲間にしたいな。あ、見て、秘石あった。これ見とこ見とこ。
秘跡やで、石碑や。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかしマヤには読むことができなかった。ブブ、アデモア王女が言っていた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。竜の大地の礎は悲しき二頭の竜の慣れの果て。その名はファドラ、そしてマドラ。ほう。ね、マジカルハット仲間にしたいよ。マジカルハット、マジカルハット、ごめんね寝てるところ。どう、スカウトできた？ちっ、できてねえか。じゃマジカルハット、マジカルハット、誰がやーやー言ってんの？え、ちょっとそっちに手出すなよ。いやまあいいけどさ。まあまあまあいいけどさ、やっつけれるのなら。ゴーちゃんやられてるじゃん、かわいい。くそ、全然仲間にできないんですけど。あ、なんかコイン落ちてるよ。何これ？え、宝の地図。お宝が眠るダンジョンのありかが記された地図。注目だブー。宝の地図を手に入れた。クエスト、宝の地図で記された場所に行ってみよう。その場所にあるお宝ダンジョンの奥にはレアなお宝が見つかるかもしれないぞ。でもさ、敵とか強いんじゃないの？そんなことないの？マジカルハットコイン、新鮮卵、栄養たっぷり取れた卵、料理の作成などに必要な素材でヘルコンドルなどが持っている。ね、ちょっと喧嘩売りに行くなって。私はマジカルハットが欲しいんだって。とりあえずこの爪の流石やっけ、これ持ち帰って、持ち帰って鑑定するんか。ここは復旧してるとこよね。使おう使おう。帰ります。帰って鑑定する。はい、帰ってきたぜ。ただいま。お宝はどうでしょう。早速お宝を鑑定しに行きましょう。なんだろう。何これ、神道滅却。なんかカード、異世界で人気のボードゲームのカード。オーガ族やん、オーガオーガ。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。前は鑑定して宝物庫に移すことにした。この夜の景色めっちゃ綺麗よね。ちょっと花火っぽくない？あれ。くるくる回り寄るの。レジェンド。イエーイ。初めてのお宝だね。うわーすげえ。これで1000万ってことよね。ひえ、1150万か。爪の形をした不思議な石、敵を引き裂かんとする強い意志を感じる。すげえな。探せるお宝。